あ,柳先生どうもありがとうございました。またあの、この度ですねこのような機会をいただきまして、あの宮田先生、柳先生をはじめ、環境の皆様に感謝申し上げます。で今日はあの外に配信されているということもあって、まあ、おふざけなしで真面目に講演をしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、あのまあ、人工光合成の研究ですけれども、定義としましては、あのまあ、太陽光のエネルギーを使ってですね、水か、えー、ら電子を奪って、それで、えーまあ、この光のエネルギーでその電子を冷気してですね、で 上の方で、えー、水を還元して水素を出すか、もしくはあの二酸化炭素を還元して、まあ、一酸化炭素こういったものに、えー、作るということになります。で、この時に使われるのがです、ねまあ、光触媒あるいは光電極でして、まあ、主に我々は半導体を使っておりますし、今日ちょっとメンバーを拝見すると結構分子系というか作体の方が多いのかなという感触を受けましたので、まあ、どっちがええんやって話ですね。で、あの半導体はこっちは粉系ですね。で、これを使います。で、まあ、 あんまり綺麗じゃないですね、これね、見学させるとね、エレガントじゃないんですけども、分子は非常に綺麗ということで、あの美しくて、で反応も例えば、一酸化炭素でよく出されてますけど、こういうふうに二酸化炭素を還元して泡が出てくる、これ、一酸化炭素の泡ですね、まあ、こういう,うに非常に見やすいんですよね。で僕らはこれ、粉なんで見えにくいんで,で困ってたんですけど、まあ、最近だとこういうふうに、これ今、下にですね、えー、光を塗ってやって、これ、光を当てると、まあ、水が分解して、これ、水素酸素の泡が出てくると、まあ、こういったところまで来ています。で まあそれぞれですねいいとこ悪いとこありまして、まあ、どっちがいいんだってことですけども、まあ、基本はあの光で冷気して、まあ、その冷気電子の還元力を使ってですねあの反応を行うとまあそれで抜けた成功のほうで酸化するということなんですけどもあの半導体の方はまは比較的安定であるということなんであとはバンド構造ありますのでまあ、電子がたくさん貯められるあるいは成功が貯められるということで多電子反応ですねだから水の酸化なんかも起こしやすい 一方であの、バンドの位置をです、ね、微,微妙にチューニングするというのはちょっと難しいというのが問題欠点となっています。一方であの、分子化はです、ね、やっぱり非常にエレガントにです、ね、分子設計を使って、まあ、エネルギーレベル、あるいはあの反応場なんかの,あの設計なんかもできるという朝食。ただ一方で、えー、多電子反応がまあちょっと難しいという、まあ、お互いにです、ね、ちょうど相反するというか、朝、ま、食、あ、短縮があるということで、まあ、以前はなかなかです、ね、仲がよくなくてです、ね、よくお互い学会でケチョンケチョンに行ってたんですけども、まあ 最近はあの手を組んでやろうということで、まあ、例えばあの我々ですね、あの石谷先生と組んで、こういった例えば、まあ、水の酸化を我々が担当してですね、でここから電子を引き抜いて、まあ、削体の方でですねあの水溶液して二酸化炭素を捕まえて、まあ、還元してリリースする、まあ、こういったことも可能になってきています。ということで、何を言いたいかというと、私はあの皆さんの敵ではありませんということを最初に宣言してですねあの、講演を始めたいと思います、ね。<laughs> であの、我々がまあ描いているイメージの,あの水素を作ってですねで、いろんなところで使ってもらう。 まあこういう未来をまあ描いてですねで、こういうふうにあの、ここの黄色い部分がですねあの光触媒塗ってあるわけですけども、まあ、これ見やすくするために電極にしてますけども、まあ、こんな感じですね、あの対極の方から今、水素がまあ出てきてですねで、えー、こちらちょっと遅れてくるんですけども、見えにくいかもしれませんけど、こっちからです、ね、泡も出ていて、ですね、まあ、これ酸素の泡というふうになります。まあ、こういうふうにあの光のエネルギーを使ってですね水を分解してまあ水素を作ると、まあ、いうことを研究しています。 でちょっとコスト的な問題がまあ実用化を考えると、ですねやはり安く作らないといけませんので、まあ、どれくらいの値段かっていうところなんですけども、これちょっとまああんまり聞き慣れないかもしれませんけど、あのノルマルリューベノルマルっていうのはあのや基の標準状態ですね、標準状態の体積でまあ30円ぐらいを,を目指した研究が行われています。で現状、100円、前は100円ぐらいで、まあ、これを30円、最後には20円にしなきゃいけないということがです、ね、我が国、あるいはあの米国なんかでも目標値になっています。で まあ我々がやっているです、ね、光触媒、これちょっとあの細かいところ省きますが、あの粉を使って非常にシンプルということで、まあ、例えばこれ、ベックのエネルギー賞なんかでも計算されてますけども、まあ、光触媒使った系っというのは、先ほどの目標値ですね、まあ、30円、えービ、ノルマルリュービあたりは十分にです、ね、あの達成できるというふうないろんな試算がされています。ということで、我々、まあ、あのこの方法ですね安く水素を作る、まあ、有望な、えー、手法であるということで研究しているわけですね。まあ、ただしです、ね、当然これは 効率ですねあのその光触媒系の、まあ、いわゆる太陽光エネルギー変換効率というのが高くないと低いとやっぱたくさん面積が必要になってきますので、まあ、と当然コストに、えー、響いてくるということで、まあ、大体です、ね、今のところ実用化にあたってはです、ね、大体この太陽エネルギー変換効率というところでは5%をまずは達成しなきゃいけないとでゆくゆくが10%になれば、まあ、もう相当あのいい技術になるということが試算されています。 でですね、これちょっと5%っていうのは覚えておいてください。で、これ5%達成しようとすると、まあ、その使う光触媒系にある制約がかかってくるわけですね。それちょっとだけあのお話をしておきます。で、これ、太陽光スペクトル、皆さんよくご存知だと思いますけども、まあ、この赤いのはですね、いわゆるエアマス1.5と言われるもので、まあ、地表で測るとこんな感じのスペクトル分布してるんですが、まあ、この1.5っていうのは、要はこれ、斜めに入ってくるんで、まあ、垂直に入ってくる場合の1.5倍ぐらいですね、体験圏内をあの通過してくるからということで、1.5と言ってます。で、これ非常に切りよくてですね、 まあ実験するレベルでいくと、1平方センチメートル当たり100ミリワットぐらいのトータルのまあエネルギーがあるということになります。で、これ、あの、バッとこの辺ですね、切り取ってくると、まあ、こんな形になってですね、まあ、可視光が多いというのは非常によく分かりやすいんですけれども、まあ、波長の一番5 0七メートルあたりがですね、実は一番多く見えます。ただ、これ、あの、大体これ見ると、ワットで書かれてるんですね。で、我々あの科学者としては、何か物質変換をしようとすると、 えーとワットだと分かりにくいんです、ね、やっぱ何,何個格子が来て何個それが使われて何個の分子ができたかってやっぱ個数でつまりですねこの格子数で考えてあげないとなかなか話が、えー、分からないということで大概あの学生さんの授業なんかでちょっと眠そうにしてる頃に、まあ、こんなふうに聞いてみます、まあ、これ皆さん光あの得意なんでこんな必要ないと思いますけどまあ例えば4 0七メートルと6 0七メートルの格子1個のエネルギー知ってますかって聞くわけですね。 これまあ当然簡単にこれ求まって、まあ、この式ですね、を使えばいいと。で、この分母に、ラムダが分母に来ますので、まあ、当然400ナノメーターのときよりも、ここに600を入れると、まあ、エネルギーが小さくなる。まあ、これは当然皆さんよくわかると思うんですね。で、これがあの400ナノメーターと600なの1個当たりのエネルギーが分かりますので、ほんなら何個入ってますかというところは先ほどのですね、ここでいうところの、例えば400ナノメーターだと大体1.11ワット。で、 600だとここで1.48ワットあるので、まあ、こいつをですね、ここに入れて、ね、そ1個あたりの、えー、格子のエネルギーで割ってあげると、まあ、個数になってくると。まあ、こういうふうに、4 0四百七メーターだと、これ1ナメーター刻みでやってますけども、まあ、2.23×10 の18乗個ですね、1平方メートルあたりに1秒間に降ってきている。そうするとなんとなくね、まあ、あのアボカドル数が23乗なんで、なんとなくどれくらいかなって感覚が分かってきますね。で、この時に、当然6 0七メーターになると、 1>, 1個当たりの光子のエネルギーが小さくなりますので、まあ、数としては多くなってくるわけですね。なので、これを各波長でやってみると、どんとこんな感じの形に変わりますということですね。まあ、ちょうどですね、700ナノメーターあたりがですね一番光子数が多くなりますで。これを見てピンとくる人がいらっしゃるかもしれませんけど、これ天然の光合成ですね、あの使ってる波長680ナノメーターと700ナノメーターですけど、まあ、偶然か必然か分かりませんが、ちょうどここが一番多くなっています。 でこれでですね、あのまあ、個数、えー、フォトン数が分かりますので,で、じゃあ何をやりたいかというと、例えばですがある波長までの光子が全て吸収されて水分解に使われたら何モルの水素が出てくるか、でその水素の中にどれだけエネルギーが含まれているかっていう計算をしてみます。例えば、まあ、この600ナノメーターまでの光が全部吸えたとすると、まあ、そこに入っている ほトン数がこれだけ合計でありますので、まあ、これはアボガドル数で割って、でここに2が入っているのは、まあ、水素1分子出すためにはあの2電子必ず必要ですので、まあ、2が入っています。そうするとこれ、最大これだけのです、ね、モル数がの水素が出てきますと。で、この水素の中に含まれている1モルあたり 237kJ エネルギーがここは化学ポテンシャルとして含まれていますので、掛け算すると、まあ、1 6 2 m w ー,ーになるということです。 で、この時先ほどお話ししたように、えーまあ、標準的なです、ね、あの地上に降ってくる太陽光の、まあ、エアマス1.5というのは 100mW ですので、まあ、非常に簡単にですね、まあ、16.2ということで、まあ、つまり降ってきたうちの16.2%がまあ変換できるという試算になるわけですね。まあ、こんな風にしてですね、あのどこまでの波長を使えたらどれくらいになるかという計算ができてきます。で、これをポンとこんな風にですね、エクセル上でやるとこんな風になって、これは横軸に。 まあどこまでの波長、これ半導体なので、半導体の場合は、あるバンドギャップよりも短いところです、ね、は全部吸えるという前提です。分子だとちょっとね、えー、吸収の極大があると思うんですが、半導体の場合は、あるところよりも短いところは全部吸収できるので、まあ、こういう試算をします。横軸に利用波長を取って、でこの場合ですね、あくまでも量子量100%ですね、あの吸収したフォトンは全部半分に使われたと仮定をすると、先ほどの計算からですね、こんなふうに、えー、太陽光による変換効率がこんなグラフで書けます。 でただしど、量子率100%ってなかなか難しいので、まあ、どっかでいろんなルスをしてくるので、まあ、これ適当にですね、0.8,0.6,0.4とかかけていきます。何をやってるかというと、先ほど5%の太陽光エネルギー観効率が必要だと言ったんですね。じゃこれをどんなシナリオを書くかって、例えばこんな感じですね。5%にするためには、例えば500ナノメーターまで吸収して、量子率が例えば60%の場合とか。 8600メートルまでも使えると要よし30%でいいよとか、まあ、こんな感じのです、ね、計算になってきます。で、10%だともうちょっと厳しくなるということですね。で、何を言いたいかというと、要は、えー、と500ナノメーター、最低500ナノメーターぐらいまでの光は使わなきゃいけないし、できることは600ナノメーターぐらいまで使うとあの、よりコスト的に成り立つ、実用的な太陽光の変化が得られるということになります。なので、まあ、視光ですね、500、600ぐらいを使える。 光触媒系が絶対必要ということがこの辺から分かってくるわけです。で、じゃあ今どこまでいってるのかということですね。はい。で、どうなってるかというと、これ、皆さん当然、太陽電池買ってきて、水の電解装置つなげばですね、あの全然今10、10%を超える変化これできます。だって、太陽電池も20%ぐらいのもの売ってますので、電解装置でつなげばいいんですが、ただその場合、ちょっとやっぱ高くなってしまうんですね、水素はですね。で、我々のこういう 半導体の粒子のっていうのは非常に安いんですけど現状1%ぐらいの効率にとどまっていますまこれを5%あるいは10%に上げなきゃいけないということですねで何をこんなチンタラやっているのかということなんですがこれは実は一番大きなところがここに壁があるんですね何かというと太陽電池はシールされていて太陽電池わざわざひっぺがしてですね水につける人はいないですよねだからそんなに科学的な安定性を気にする必要ないんですけどもまあ、我々のこれ光触媒系とかですね光電極系というのは 基本的に半導体自身が水の中に浸かりますので、まあ、水に溶けては当然いけませんし、もう一つは光が当たっているときですねあの、冷気電子と成功ができますけど、まあ、それによって自分自身が還元されたりですね、酸化されるとまずいんですね。なので、科学的な安定性と、あと光科学的な安定性が必要というのが出てきます。もう一つ一番難しいのはここなんですね。実は、なんで木村そんな遅いのって言われるんですけど、これあの、太陽電池っていうのは、 基本外に電圧としして出しますなので、どんな半導体、その使ってる半導体のバンドの位置がもともとどうだったかっていう記憶は残らないんですね。外に電圧だけの出てくるんですけど、こちらの水につけてる方は、まさにですね、その、用いる半導体のバンドの位置ですね、還元力と酸化力を決めるバンドの位置が、ちょうどですね、その目的の反応、まあ、我々の場合だと水の分解ですね、にマッチしてないといけないというところがあります。で、ここが実は一番難しくてずれるんですね。 でどうずれるかというと、これもあのすみません、皆さん、社会に説法で申し訳ないですが、あのさっきの光子1個当たりのエネルギーをジュール単位で求めた後に、じゃあこれ分かりやすいにエレクトロボータにしましょうということで、本当はこういう、えー、電気素量とか考えてやるんですけど、多分皆さんもうこの1240というのを覚えていらっしゃると思うんで、まあ、これは波長で割ればいいだけなんですけども、ちょうどこの400メーターですね、これは、えー、紫外線と可視光線の境が3.1。 エレクトトロンボルトという値になりますで、僕らにとってこの3.1っていうのはですね、魔の数字なんですね。こ、こいつがほんまに厄介なんです、ね。で,であ、ちなみに600ナメーの場合は2.07エレクトロンボルトとなります。で、何が厄介かというとですね、じゃあ水分解をしようと、水を還元と酸化をして分解しようとしたときに最低限、どれだけのエネルギーが必要ですかっていうと、これはあの還元の方と酸化の反反応のまあ標準電容の差分ですよね。だからまあ1.23エレクトロンボルトが必要になります。 でこれは波長に換算すると1000ナノメーターぐらいの光子でも実は原理的には水を分解できるぐらいのエネルギーを持っています。だけど当然あの反応を起こすためには過電圧というのは必要になります。少し余分なです、ね、エネルギーが必要になりますので、まあ、例えば 0.2V ずつです、ね、あの還元と酸化に足し合わせると、まあ、1.63エレクトロンボルトになります。でこれがどれくらいの,エネルあの波長に対応しているかというと7 6 7ナノメーターですと。 いやめっちゃ余裕じゃないですかと。まあ、さっき500ナノメーターとか600ナノメーターぐらいの光を使って水を分解しなきゃいけないって言ってたのに、まあ、原理的には767メーターぐらいの光でも十分いけそうなんです、ね。ところが、合わないんですね。ずれるんですね。何がずれてるかっていうと、こういうことですね。要はこれ、あの半導体というのはこう電子が詰まった過電子体からバンドキャップを越えてです、ね、この空の電動体に電子が冷気されます。で、この冷気電子の還元力でこのプロトンを還元するわけですので、 まあこの電動体の下端の位置ですね、ここが水の還元電よりも負側にないとこの反応起こりません。一方で、えー、この成功ですね、電子が空いたところが外から電子を引き抜いて水を酸化するので、まあ、この過電子体の上端、ここですね、ここはこの青の水の酸化電位よりも正側にないといけない。まあ、つまりこの赤と青のですね、えー、水の還元と酸化の電位をまたいだようなバンド位置を持っていないと水が分解できないんですね。 当然、紫外線を吸収するような酸化地ンとかですね、地酸酸ストロチウム、こういった従来の紫外光音型の半導体、これバンドギャップ大きいので、まあ、ちょうどこれいい位置にあるんですけども、可視光線を吸収するっていうことは、バンドギャップが小さいんですね。小さいエネルギーでも励起される。そうなるとど、ここに来るんですね。まず酸化物でいくとですね、可視光を吸収できる酸化物って結構たくさんあるんですけども、まあ、大体ほぼすべてですね、この電動体の位置が、 この水の還元出る下に来てしまいます。で、これでですね、えー、いくら霊気しても、この電信の還元力では水を還元できないということになります。で、これ何でかというとですね。これ酸化物なので酸素がいます。酸素アニオンがいます。でこいつがですね。実は家電主体を作ってるんですけどもこいつのせいでですね。あのほとんど維持変わらないんですね。 これ1980年代にもうこれダメだというふうに示されてます。何かっていうと、これですね、スカイフェプロットと我々呼んでいます。我々というのは皆さん呼んでいます。まあ、スカイフェさんが当時知られている金属酸化物のいっぱい合成して、そのバンドギャップですね。と、縦軸はですね、これフラットバンド電位って書いてあるんですけど、これ大体ですね、このいわゆる電動体の型のちょっと下にあるんで、まあ、ほとんどこの電動体の位置を表していると思ってもらって結構です。 これ見ると、めちゃくちゃ綺麗に直線に乗るんです。もう、ど直線に乗ると。これ、なんでかっていうと、さっき言ったように酸化物なんで、基本、酸素の 2P 軌道が家電死体作っちゃうんで、この下はここに固定されてしまうと。だから、金属いろいろ変えたら、何が変わるかというと、こっち側ですね。ここが変わるんですね。で、これが示しているのは最悪なんですね。さっき3.1が間の数字と言ったんですが、何かというと、 この酸素が作る過電子体の位置が大体その水素生成電位に対して 3.0V あたりに嫌なことに固定されるんですね。なので何を言ってるかというと可視光を吸収できるつまりバンドギャップは3.0よりも小さいもののこのフラットバンド電つまりこの還元力は水の還元よりも下に来てしまうと。だからこれは水素を出せません要するに水を分解できませんっていうのがこの頃から言われてたわけですね。 じゃあということで、酸素が嫌なら、他行ってみようと。ということで、例えば、えー、硫化物とかですね、まあ、窒化物、酸素以外のアニオンですね、えー、S2 マイナスとか N3 マイナス、そういったアニオンですね、あるいはハロゲンも含みます、あるいは分子系も研究されてましたけども、まあ、こういったものはどうだということで,で、見てみるとですね、こういうの結構いいところに、ちょうどバンドの位置的にはちょうどいいところに来るんですね。水の還元も酸化もできそうだと。まあ、ところがですね、 こいつらは残念ながら、まあ、酸化力が不足っていうらここはまあ熱力学的には可能なんですけども安定性がよろしくなくてですねこれ代表例としてですね後からも出てきますけども例えば硫化カドミウムとかってこれ昔非常によく研究されましたまあ硫化物硫黄で入ってるんですねこれ実はですね自分の中で作った成功できた成功が自分自身ですね この場合、S2 マイナスのアニオンを酸化して、こういうふうにですね、最終的には溶け出してしまうということになります。であの要は水を酸化するという、水の酸化って非常にタフな反応ですから、まあ、そいつをやるよりは、もう自分自身が酸化して、じゃあさようならというふうに終わってしまうということで、まあ、こういったものはですね、水を酸化できない、酸素を出せないということが分かってきましたということです。で、これらにですね、もうすで、えー、にですね、1970年の創設の中に、もうこれ CDS は、 よく解けることが知られてますよって言われてたわけですね。ということで、まあ、要するにバンドを縮めて賢を使えるようにしようとすると、まあ、還元力が不足するか酸化、まあ、力が不足すると、まあ、どっちかになりますよってことが、まあ、この頃から分かっていたというところです。じゃあということで、まあ、これを要するにつなげてしまえということですね。まあ、こんなふうに2つをつなげて、こうすれば水が分解できるんじゃないかということに発想に至りましたというところです。 で、これ、要するに2つの光触媒を使って、どうやって電子を渡すかというと、まあ、この水溶液中に酸、ねまあ、化化炭を繰り返すようなレドックスを入れておいてです、ね、でで、す、え、ね、ー、この電子がこの酸化状態のものを還元して、この還元状態のものが今度成功でまた酸化されると戻ります。まあ、こういう過程で電子を渡せばいいということになります。でただ、これやってみるとですねあ、すぐ難しいって分かりました。まあ、ち,ちゃんと考えて実験したい、素人、よく学生さんに言ってるんですけど、僕もそうでして。まあ、これあの 例えばこっち側だけやろうとするとですね、最初に反応の還元体だけあればですね、確かにあの成功が還元体が酸化して、この電子はプロトン還元素水素を出してくれるんですけども、まあ考えればですね、これあの、反応進行すると、この酸化体が溶液中に溜まってきます。そうするとですね、まあ電子はですね、こっちのプロトン還元よりも、この酸化体を再還元する方にどうしても行ってしまうんですね。まあ一例をお見せすると、これ、あるこの光触媒ですね。 酸素素これ少し黒もドーパントに入れてるんですけども、まあ、これに i スを入れて、まあ、これを酸化しながら水素出そうという反応をすると、まあ、一応水素出てくるんですけどもすぐ止まってしまいますでこれはさっき言ったようにこの出てきた i o 3スに電子が行くこっちの逆電子移動の方にですね、まあ、優先的に行くんで、まあ、こっち止まっちゃうということですねで、まあ、酸素の方も当然今度は同じで今度はこっちは逆にこの還元体を酸化する方がですね まあ優先的にいってしまうということで、これもやってみると、ほぼそんな感じになってですね。まあ、当時 D2 ぐらいの時だったと思いますけども、まあ、3ヶ月ぐらいですね。ずっ,もうずっと寝泊まり研究室でして、だいたい200種類ぐらいですねこれあの、いろんな組み合わせを試しましたけど、ほぼすべて何も起こらないか、ちょっとゴミぐらいの水産素出て終わりというところで終わりました。だけど、これ、あのまあ、運が良かったというのはこれ、これがなかったら僕、ここにいないんですけども、これと同じ反応をですね、たまたまそこに転がった酸化タング線というのを使うと、 見事にあの、ドゥワッと酸素が出てですね。ピタッと止まるんですね。この最初に入れておいた IO3 マイナスが全部還元されたときに出てくるであろう酸素の量まで足したらいきなり止まるというのを見つけました。で、さらに意地悪をしてですね、I マイナスを大量に入れておいても、ちゃんと酸素が出てくるんですね。で、これ何を意味しているかというと、普通だったら起こってしまうこの再酸化ですね。これが非常に遅いと。で、 こちらの図で普通は起こらないようなこの水の酸化の方が優先的に起こるということを見つけました。でこれが非常に最初びっくりしたんですけども、まあ、これなんでかなってことを調べてみると、単純な話でして、えー好き嫌い、好き嫌いがあったということですね。あのこれ、酸化炭素の表面にこの i o 3スと i マイオンですね、どっちが吸着するかという吸着量を調べてみました。まあ見、見事にですね、i ス大嫌いなんですね。まあ、あはい。 あなんか言いそうになったらやめときます。はい。大嫌いなんですね。で、こちら大好きなんですね。IO3 マイナスね。いかいかい,かいかあの、で、なので、えっと、この場合ですね。何が起こっているかというと、まあ、水溶液が2つがあってもですね、まあ、IO3 マイナスの方だけくっついてるので、まあ、電子は、まあ、そいつを還元してくれると。まあ、ここまでいいんですね。で、I マイナスになったときに、表面と相性が悪いんで、どっか行ってしまうんで、この場合は成功は、まあ、表面にいる水を酸化してくれるまあ、こういうふうにですね、えー、特性が違うんで、うまくいきました。 うまくいかないのはやっぱり両方ともくっついちゃうんですね。両方ともくっつくと、やっぱりこうくる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 、えー、反応してしまうということになります。ということで、これがきっかけで、じゃあこれを組み合わせてみようということで、この2つを組み合わせてみましたということですね。で、2つ粉を投入して反応させたと。で、先ほどのようにこの一方だけだと、これ出てきた IO3 マイナスが再還元されるというのが起こるので、まあ、水素止まってしまいますけども、まあ、ここに一緒にこの酸化炭素線ですね、こいつを入れておくと。で、こいつは IO3 マイナス大好きで、 まあすぐに還元してくれますし、この出てきた I マイナスは表面にいないんで、この水の酸化が選択的にいくということで、これはあの2つまずとくだけでですね、えー、水酸素が出てきたということで、もうこれは実は可視光で、えー、水を水酸素に分解して初めての例というふうになります。で、えーまあ、その後ですね、まあ、これは発見を機にですね、まあ、いろんな光触媒をここに投入してきたということになります。でこれはまあ要するに 植物が何十億年も前からやっている、まあ、この Z スキームですね、を、まあ、単純化してなん、えーまあ、とかしたというところになります。でですね、あの今日時間ないんであれですけど、まあ、これやっぱりこういう系で問題はやっぱ先ほどの,この逆電子移動ですね、まあ、この電子がまたレックスに戻ってしまうというところをなんとかしなきゃいけない。まあ、最初は偶然であのうまくいったんですけども、その後は例えばです、ね、この電子ですね、この例えばこ,のこちらが半導体で、 でこの表面に、例えば、白金のビナノ粒子ですね、2ナノメートルぐらいにつけます。でそうすると、白金っていうのは結構、何に対してでもあの反応しちゃうんですね。プロトン還元だけじゃなくて IO、IO3 マイナスとかですね、こういったレドックスの還元にも活性を示すので、まあ、この表面をですね、こういう多孔質のプロミアのシェルで覆ってあげると、これがですね、あのプロトン選択的な透過能を持っててですね、プロトンだけこの中に入ってくると。で、この表面の白金で還元されて水素値出てきます。で、この時にこの溶液に IO3 マイナスなんかいても、 ここを投下できないのでですね、あのうまく電子がですね、このプロトンの関係だけに使われる、まあ、こういったことを起こすますということが分かってます。あるいはあの、セラミックスなんで合成するときに、ね、うまくう調整すると、ある特定の結晶面だけを露出させることができる。でそうするとやっぱり結晶面によってですね、あの反応性が違うので、まあ、こういうところで水の酸化がいきますとか、まあ、こういうふうにうまくですね、あの電子移動の方向をです、ね、あの制御することで、こういう Z スキーが実現できていますというところです。 であとはですね、これ実は2つ光照を分けておいて、ここガラスフィルターですね、あのイオンだけ通るようにしておくと、こんな風にですね、あの水素と酸素を分けて出すこともできていますというところになります。はい。ということで、そろそろ最後ですね、あ,のあと簡単に例だけ紹介していきます。これいくつかあるので、CDS の例とタンタロイの例とこの、えー、ハロゲンの木をちょっと紹介して終わりたいと思います。で、この硫化物ですね、この CDS、先ほど紹介しましたけど、これまあ,あの、言ったらまあスライムみたいな感じですね、一番弱い、あの、 光職場の中でも一番最弱なんですけど、なんとこれをですね、あの、まあ、なんで、ね、メタルスライムでしたっけぐらいにしてあげたいなと思って、なんとかならんかなと思ってですね、研究してました。せめてなんかレドックスをですね、参加してくれたら、Z スキムに使えるのにな、ということで、何をしたかというと、これ単なる偶然なんですが、この CDS ですね、確かにすぐ溶けるんですね。だけど、この時に、ペロシアン化物イオンをですね、これ入れておくと、溶けてきた瞬間にですね、こいつがすぐ反応してですね、 で表面にいわゆるこのプルシアンブルー構造のです、ね、こういったあの角みと鉄の錯、ね、体を作ってくれますで。これが表面をガーッと覆ってくれるわけですね。で、その後はですは、ね、この中に入っている鉄の二化三化の酸化還元を繰り返しにより、この成功がです、ね、外側のレドックスを酸化してくれるということを見つけました。で、これを使ってです、ね、あの Z スキームを組んだりとか、あるいはもうあらかじめ。 こういうのを合成して就職したりですね、すると、いろんなあのバリエーションの,です、ね、このメタルヘキサシアノフェレトを使って表面をですね、あのまあ、被覆して守りつつも、あの表面あの酸化反応を促進するということができましたで。さらにはですね、最初、硫化物から始めたんですけども、実はこのヘキサシアノフェレトですね、いろんな光触媒、あるいはレドックスにも使えてですねあの、今までいかなかったような反応がここで起こせるということが分かってきたり。最近では実は えー、今まで水溶液に溶かしたレドックスを使ってましたけど、このヘキサシアのフレット粒子に使うと、えー、2つのです、ね、半導体の固体間の電子のうまく起こって、いわゆる固体間 Z スキームということもです、ねまあ、組めるということが分かってきていまはいあとはですね、こちら、酸、えっと、ハロゲン化物あ、ごめんなさい、酸窒化物ですね、これ、例えばタンタロウへのこういったものですね、これも多少はですね、あのさっきよりはですね、あの 酸素と N の 2P の混成で少しはです、ね、安定性が良くて酸素出せるんですけど、やっぱりやってるとですね、だんだん、えー、失活してきます。まあ、な口の悪い先生に言わせると、お前の気合が足りないとかですね、お前の腕が悪いって言われるんですけど、そんなわけないと思うんですが、あのまあ、これやったことはですね、あのこの表面に当時あまりやられてなかったですね、あのいわゆる水を酸化する除植媒を探知すると、実はですね、あのこれ、 緑の方はですね、もうこれ電流流すと一瞬であの10分もせずにですね、あの出活して表面、これ見てみると窒素がなくなってると。つまりこれは表面近傍の窒素がですね、酸化されて出ていってしまってですね、で、表面があの不活性化するんですけど、ここにこうで、あのホールを送ってあの水を酸化してくる、こういったものをつけると、あの抑制できるよっていうとが分かってきました。で、これを使って、まあもう少しこれを高分散に感じすると、非常に安定にですね、行ったりとかですね。ああるいはあの 酸化サイトとプラスですね、成功を輸送するような層も強端にするともっといいよとかですね、まあ、こういったことを報告してきました。はい、でここまでですねあの酸化を抑制するというところですねあの、やってたんですけど、もっと本質的にそもそもアンテナもできないかということで、まあ、従来はです、ね、酸素 2P が深すぎるので、その上にです、ね、あのエネルギーの高い、例えば窒素とか硫黄を入れてあげてたんですね。だけど、そうするとどうしてもここに成功が来るんで、 まあ窒素が酸化されたりですね、ハロゲンが酸化されるということの問題だったんですが、これ、実は詳細省きますが、こういうふうにですね、あこういったあの新しい構造の酸ハロゲン化物を使うと、面白いことに酸素 2P 軌道はですね、今までよりも異常にこう上に上がってくるという現象を見つけました。これがあるんで、まあ、非常に安定にです、ね、あの水を分解できる材料というのが分かって、できてきましたということになります。ちょっと詳細は省きますけれども、この辺ですね、あの 分子,分子的にですね、実はあの何が起こっているかというと、酸素 2p とリスマスの 6s と、あとこの空のです、ね、p 軌道、これが3つが混成してです、ね、新しく電子が充填したところがこの上がってくるということで、今までに比べてです、ね、あの高い位置にです、ね、酸素 2p 軌道由来のものができてきたということで、非常にあの安定なものができましたということになります。ででこれ今い、ね、いろいろこう 層の3つの重なり合わせでいろいろできますので、これをいろいろです、ね、変えて材料設計をしてですね、あのまあ、ハロゲンを変えてみたりとかです、ね、あるいはこのフルライト層を変えたりとか、あとスタッキングのパターンを変えてみたりとか、まあ、こんなでいろんなあの制御ができるようになってきています。で最後にですねあの、先ほどスカイフプロットって出したんですけど、これがあのこれまで酸化物のです、ね、限界があるということを示してました。で最近我々の,あの発見した、えっと、化合物群というのは安定で、なおかつ えー、バンドギャップも小さくて、賢くも据えて、なおかつですね、こういう還元力ですね、十分あるというふうに、こういうふうに今までのプロットから逸脱したようなものをですね、えー、たくさんあの見出すに至ってます。で、こういうのをですねあの発表してるとですね、あのまあ、恩師の一人である井上春夫先生がですね、まあ、スカイフプロットって言われてるぐらいだからですね、まあ、そろそろこれをですね、アベプロットって言ってみたらどうですかって言ってくださったんで僕としてはですね、これ、いや、でも、 プロットって多分直線だよな直線のプロットじゃないんでちょっとプロットっていうものはなーって言ったらなんかうーんって言ってたんですよ最近ようやく井上先生の言ってことが分かりましたこれですねアベプロットのアベっていうのはまあはぐれ者というか規格外のこと言ってんだなということで <laughs> 理解いたしましたってことですいません長くなりましたけどあの以上で <laughs> 発表を終わらせますどうもありがとうございましたいやー安倍先生ありがとうございました、あのー、あの分野のがいろいろな中でですねあの分子系の人でも分かりやすいように えー、光触媒の基礎から紹介していただいて、えー、あの Z スキームの発見とそして最後はあのいろんな混合アニオン材料を使ったあのアベプロットまで <laughs> 最新の成果までご紹介いただきました、えー、とでは、えー、とせっかくなので質問を受け付けたいと思いますがオンラインからは 兼、えー、楽駅ですと光が透過しにくい分、まあ、エネルギーロスが大きいような気がするんですが、えー、効率低下のになるようなレベルではないのでしょうかという質問が来ています、はい、そうですね、兼楽系、やはりあの今まで兼楽系でやってきてましたけど、やっぱそういう産卵とかです、ね、そういったことも含めて、あと、か拌しておくというのは現実的じゃないので、最終的にはやはり基板の上に固定するという方針で、今あの、実際に今あの100平米ぐらいの,です、ね、あの実証あのプラント。 買ってきてきますけどもそれは完全にやっぱり膜にしてですねあのされてる我々も最終的にはもう膜にするつもりでいてですねただそれにする前にあの異有望な材料を見つけてでそれをどう膜化するかっていうところも次のステップとして考えてるところですはいありがとうございますありがとうございます他何か質問ございますでしょうかあすいません発表ありがとうございました自分全然専門と離れてるんでまあ変な質問かもしれませんが IO3 の まあ、吸着のしやすさとかでそのうまく制御できたっていうような話だったと思うんですけどそうなってくると IO3 以外にもなんかそういう、えー、っと他のものを使って、えー、吸着のしやすさとかそういうのを制御してっていうような試みがあったりするのかどうかっていうのが気になったのでよろしくお願いします。ありがとうございます。あのまあこの時た本当偶然最初見つけてであとは先ほどお話ししたようにこの結晶面を出してやっぱ結晶面出して今度じゃあ,あのその レドックスとの相性も当然出てくるんで、まあ、最初はもう学生さんに調べてとあの吸着の実験めっちゃめんどくさいんですけど <laughs> あの調べてもらって相性の今はいくつか出てきてますで。でも最近はそれよりかはっていうことでもっとその積極的にあの制御しようということで例えばこういう先ほどちょっとお話ししたようにもうこういうナノ構造自体を使って還元サイト酸化サイトに目的のレドックスイオンだけをもうこさせるという強制的にこさせるという、うん、そういう。 方向にいっていてますあ,<ー>あとはレドックスの方にも少し工夫もしてたりもしますけども、はい、あの今日出さなかったんですけどポリオクソメタレートというその無機系のクラスターですねそういったものをレドックスに使うようになって<ー>それをそうするとやっぱりそ,のそっちにも仕込みができるというふうにはなってきてはいますああなるほど、はい、ありがとうございましたありがとうございます、はい、じゃあちょっとオンラインから質問来てるのでこちらで最後にしたいと思いますが、えー、MHCF 系について半導体の保護への寄与以外にも 半導体表面の電子移動とか、電動性、半導体除色媒化の電子移動のメディエーターとしての費用などもありますでしょうかと、ちょっと関連する質問だと思いいますはい、ありがとうございます。まあ、こちらに示したようにです、ねあのまあ、これ、保護してくれるのとともにです、ね、実際あの、この中のです、ねえっと、中に入っている鉄の2カ3カのイオンでを通して、ホッピングでおそらくですけども、あの外のイオンの酸化を引き起こしています。 なんで当初はです、ねまあ、保護する方向だ、あの保護できたと思ってたんですけども、最近ではもうこれ、逆にあらかじめ作っていろいろ探知すると、全然違う系ですねあの。最初は硫化物、メタルスライム作ろうと思ってやったんですけど、じゃなくてこういう、まあ、タンタローとかこういったもので、今までいかなかった、鉄の二価と相性悪かったんだけどっていうやつも、この,フェアのシアノフェレットを設計すると、ここもいくようになるということで、結構今これあの、いっぱい M を触れるんで。 それによって特、あの三還元ジム変わ、この、変わってきますし、あとは外との相性も変わってくるんで。まあ、あの、うまくいっているというけが多くなっている。例えば、うう中、中で,ですね、あの。まあ、電子伝達ですね、これも促進しているっていうのは間違いないです。ありがとうございます。ありがとうございます。あの。すみません、最後もう一つだけ、あの、われその。分野が少し違う人間から見ると、どんどん、なんか、こう。 すごいのが出てくるような風にも見えて、で初めは Z スキームの発見からしてもこう、まあ、たまたま <laughs> いいのがあったというお話だったんですけど、最近だといろいろ狙って組み合わせであの、特に個体にするとなると、いろんなこう、えー、組み合わせといろんな要求があると思うんですけど、その今、最先端の,の現場ではどうやってその、えー、発掘っていうか、だいたい目星があの先生の感覚としてこうついているその金属を振ったらいけるかなという感覚なのか、割とこうもっと幅広い。 あのケミカルスペースでこれからこう検討してい,いかないといけないとか、その辺の感覚を教えていただけますかはい。で、あの、昔は本当こういうのって触媒系のでなんかもある程度勘でやってたんですけど、最近やっぱいろんな蓄積がきた,たのと、あとやっぱ計算科学がやっぱ発展してきたので、うん、まあ、合成できてないけど、こういうのできたらどうなるんだろうっていう計算をあらかじめすることはできます。で、ただご存知かもしれないですあの、実はこれ、計算ですね、あの、やると、 これ何が構成元素かとか、おおよそのバンドギャップは分かるんですけど、位置までは実は特定できないんですね。で、こればっかりは作って、測ってみないといけないということになってて、ただあの、やみくもにやる、もちろんあのやっていくのもあれやけども、まあ、計算とかを併用して、えー、やっぱ予測していくというところは始めているところですね。わ、はい、かりましたでは、えっと、こちらで時間ですので、えー、安倍先生のご講演を終わりたいと思います。あありりがとうありがととううううごござざいいままししたたどどもも